自分で簡単本格ガラスコーティングシアザン50。ラブカツ TV 川口学です。兵藤凛香です。今日は軽自動車4台をですね、一堂に集めて先日試乗編をお届けしましたけれども、今回はですね、内外装を徹底チェックということで、はい、一挙に比べると違いがよくわかるんじゃないかなというところでですね、内装を中心にですね、細かく行ってみたいと思います。まずはですね、デザインの方を見比べていこうと思いますけれども、1台1台ですね、顔つきから見ていきたいと思うんですが、まずこう離れてですね、パッと見るとですね、だいぶ個性がそれぞれあるなっていう感じで、ひょうちゃんは一番好きなのはどうせデリカミニだろうけどそうですね、デリカミニだよね、はい、可愛い顔してるっていうところはありますけれども、はい、こうしてね、パッと見ると、軽自動車なんで全幅は全部一緒です。ですけれども見え方が全く違うということで、特徴的なのはまず僕の横にあるですね、このスペーシア、これが一番ワイドに見えるという、そんな顔つきになっております。さらにですね、デリカミニはキャラがかなり立ってるなというのは、もう目のデザインがやっぱり物を言ってるかなというところですね。そして日産のルークスは鋭い感じ、さらに NBOX はですね、こう意外やカスタムなんだけれども優しい感じがするというですね、そんなデザインになっております。ではルークスから見ていきたいと思います。はいはい、ではまず日産ルークスですけれども、こちらはですね、一部改良が施されて顔つきが変わりました。この日産の V モーショングリルがこのような感じですね、入っていて、セレナなんかはランプが入ったりとかしてるんですけど、大体みんな共通になって、ノートも一部改良されましたけどこの顔になったということで、兵藤さん、この顔つきは、はい、印象はいかがでしょうか。そうですね、ヘッドライトなんか見てもこの4台の中で一番サイドまで回り込んだデザインになっていて、こうスタイリッシュな印象ですね。そして最後はこうシュッと吊り目のようになっていて、かなりスマートなフェイスをしているなと思います。しかもこのランプが入っているんですけど、これがですね、イグニションオンにすると光るので、かなりですねシャープな印象を与える、そんなデザインになっております。それとですね、軽自動車一口メモなんですけれども、軽自動車はですね、実はナンバープレートが真ん中についている車というのはね、結構珍しいというか、割とですね、みんなオフセットしてついているのが常なんですね。なんでかっていうと、この面積の中でラジエーターにですね、空気を当てるための開口をいっぱい取らなきゃいけないのとか、他にセンサー類とかがですね、あるので、結構ですね、穴をどんな風に取るかっていうのは肝なんですけれども、それによってですね、結構オフセットされたりする場合があるんですが、この子はですね、真ん中についております。なのでこれはかなり頑張ってるなというところでございます、はい、じゃあ次はですね、スペーシアのカスタム見ていきたいと思いますけれども、はい、こちらはいわゆるカスタムですから、ギラギラ系のですねモデルですが、ひょうちゃん、印象いかがでしょうか。グリルの方とか見てもなんか、かなりパッと見複雑なように見えるデザインがあるので、こうかなり高見えするようなフェイスを高見えですねしておりますね。高見えしております。新しいワードいただきました高見え、はい、高見えします、はい、このシルバーのラインとこの黒のピアノブラックがこう折り重なっていることで、こうかなり複雑に見える造形になっているなと思います、はいはい、高そうに見えると、はい、ね、実際にこのグロスブラック、ここここここさらに一番下も入ってて、なおかつこのメッキはここがですね、ライトの下まで回り込んでここにも入って、なおかつこのフォグランプのベゼルにまで回り込むというですね、かなりワイドな印象を与えるものになっているという、これはだからパッと見この中で一番ワイドに見えるっていうのはね、まさにそういったところで、はい、しかも一番高く見えるってことでいいですかね。そうですね、高見えしております、はい、ということでございます、はい、では次はですね、ホンダの NBOX カスタムに行ってみましょう、はい、こちらもくしくもですね、カスタムということで、はい、いわゆるギラギラ系なんですけど、こちらはどうですか。これはそうです、ヘッドライトのこの縦が長いので、この4台の中だと柔らかいような顔をしているかなと思います、ね、そうだね、目が大きいんだね、はい、これはね、そうなんですよね、はいはい、でこの車もここにですね、 LED が入っていて、グリルにまで全部入ってるわけで、これは高見えって言わないんですかねこれはおしゃれですね。これはおしゃれでということだと思います、はい、とはいえですね、この NBOX もいわゆるですね、ノーマルとカスタムの2種類があって、こっちはギラギラ系なんです。ですがスペーシアのカスタムと比べた時にはですね、こちらの方が落ち着いた感じの、そんなになんか押しが強い感じには見えないので、これ何見えと、これおしゃ見えですね、これおしゃ見えということでですね、はい、
見えているらしいです。でちなみに先ほどあの言ってきましたけれども、この2台はですねナンバープレートオフセットしてますので、はい、空気のですね取り入れ口をなるべく取るための、まあ軽自動車では常套手段ということになります。このオフセットしてるナンバーは何か感じることあります？いやこれやだなとか真ん中いいなとか。そうですね、やっぱり日本の車真ん中の方がしっくりはくるんですけど、うん、はい、特にこうパッと見て違和感はそんなないですね。ないですかね、はい、はい、というわけでホンダの N ボックスカスタムでございました、はい、そしてラストがこちらの子でございます。はい、はい、三菱のデリカミニ、これは何見えですか？これはもう川見えですね。川見えですね、はい、はい、というわけでルークスだけ何見えか つけてもらえなかった感がありますけれども、川見えのですね、はい、デリカミニでございます。もうこれがね、うん、印象的ですよね、はい、かなりアイコンになっているので、まあ、確かに兵頭さんが可愛いっていうのも分かるし、これおじさんから見てもこれが一番なんかキャラがあって楽しそうでいいなっていう風に見えるものになってますよね。だから三菱はやっぱりこのデザインはですねかなり当てたなっていう感じしますよね。これによって販売がだいぶ上がったわけで、今までのですねだからデザインだとやっぱどうしても地味な印象あったけど、はい、これにしたことによってですね評価がぐっと上がったと言えます、はい、ちょっとね私面白いことを発見しました、はい、まずボンネットの高さを見るとまあ、ほぼほぼ同じように見えてはいるんですけれども、まあ、比べるとこの N ボックスが一番ちょっと低めに見えるので、まあ、高さもですねほぼほぼみんな同じぐらいで、まあ、そうだなルークスがちょっと背が低いぐらいなんですけれども、でもですねパッと見た感じこちらのカスタムは意外にこのボンネットが低い分だけですねなんかちょっとコンパクトに見えるかなっていうところあるんですね。それとすごいことに気がつきました、はい、こちらのデリカミニのボンネットとルークスのボンネットをよく見てください。何か分かりましたか？前に向かって傾斜してる。前に向かって傾斜してんだよ全部よく見るとすごいことに気がつくんですよ。はい、分かりましたでしょうか？視聴者の皆さんいかがでしょうか？実はボンネットが全く一緒です、あの2台。しかもですねこのグリルとバンパーがありますけれども、それ以外のパーツがほぼ同じです。なので見ていただくとこのフェンダーもそうだし、このルーフとここの組み合わせとか、このスンと上がったライプとかですね、この辺りよく覚えておいていただいて、はい、ということで一緒のですねパーツが使われている、同じところでね作られてますので、こういうところは共通性生かしながら効率よくオリジナルの車にしているということでございます、はい、もうひょうちゃんの気に入ったのはもう間違いなくこれだよね、はい、はい、もうエクステリアだともうダントツですね。ダントツでございます、はい、私はダントツです人気はい、はい、おじさんもやっぱ可愛いと思う、そんな一台でございます。はい、ひょうとさんあの、はい、ここら辺のスーパーハイト系はですね、はい、みんなですね A ピラーがなんか大変なことになっているのが特徴なんですね、はい、なのでちょっとここ見ていただくと、はい、ここですね、この部分ガラスが1枚入っているということでですね、これを各社で見比べるとかなりですね違いがありますので、まずこれ見るとですねルークスのですね A ピラーの部分ですけれども、要は A ピラーは少し後退していて、フロントのサブのですねピラーがここに入るわけですね。これで見晴らしが良くなるので、室内からですね見るとこんな感じの見た目になってるわけですね。これがですね、はい、このスペーシアになりますとかなりここ広いよね、うん、全然違いますね、はい、なのでなるべくですねこの A ピラーを後ろに引いてるっていうことなんですけれども、さらに窓の角度見ると、はい、あちらと比べるとこのスペーシアはかなり立ち気味だっていうのが分かるかと思います。でこちらがですね N ボックスなんですけれども、 N ボックスもこうして見るとかなりですね一番前が立ってる感じですよね。そしてここは広いですけれども、これどっちが広いですかね、スペーシアと。私はスペーシアの方が広く見えますね。スペーシアの方が若干広い感じですかね、はいはい、というですね、まあ、これもかなり立ち気味になっているというものになっております。でデリカミニですけれども、こちらはですねルークスと同じ角度になっていると。さらにですね、この皆さん各社工夫を凝らしていて、例えばこのデリカミニはここにカメラが入っていて、モニター上でまあ
アラウンドビューできる機能は持ってるわけですよね。に対して他の車どうかっていうのを見ていきましょう。このミラーを、はい、こちらは何もついてないですね。ですが、はい、ここです。ここにミラーがついてるのが見えますでしょうか。でこのミラー何使うのかというと、実はこちら側のエピラーにあのミラーが入ってて、要するに運転席からこう反射を利用してですね、この辺りの死角をですね、はい、フロントの前のですね、ここですね、死角を見れるようなものになってます。これあの昔から言われているピタチューミラーという、ピタッと駐車できるミラーということで、ピタチューミラーというふうに言われております。でさらにですね、はい、こちらのスペーシャー見ますと、はい、スペーシャーなんか結構耳タブが、そうですね、ポコッとここ出てますよね、はい、で、はい、こちらにカメラがついております。ですがひょうちゃんまだ若いよね。見てください、この内側を、はい、ここにねミラーが入ってます。だからこれも実はアナログでちゃんとですねチェックできる機構がついているということでございます。まあこんな感じで軽乗車の場合はスペースがですね限られてて、もう本当に切り立った感じの見た目になっているので、割とですね左前見えなかったりするんですけど、そこを各社苦労しているという、そんなですねことが造形からも見て取れるというものになっております。ちょっと勉強になりました。はい、勉強になりました。はいではリアの方ですね、見たいと思います。ではですねリアをチェックしたいと思いますけれども、まず全体ざっと見てもうトレンドが明らかです。縦ミラー以上みたいなね感じで、まあ要するに軽自動車というのはですね全幅が決まっているので、この部分のスペースはもう限られているわけですね。なのでここに入れるかここに入れるかの二択になってくるわけですけれども、まあ、下の位置に入れるより割と見やすいところでしっかりと大きなランプを入れたいとなると、まあ、このような感じになって、割とですねボディサイドにまでこう回り込むような感じでランプが入る場合が多いということでございます。本当に典型的なこの縦のですねランプになっているわけですけれども、それが、はい、こちらのカスタムになるとこのような感じで、細かく言えばこのボディサイドのパネルギリギリに入れて外に出てる感じはまあ出さないようにしてるというのが特徴ですね。なおかつここに縦の LED を何本も入れることによってよりきらびやかにするという、そんなですねデザインになっております。そして NBOX ですけども、 NBOX は以前はこのようにガワッとですねボディの横にライトが出るような形だったんですけども、今回は新しくなってインクルーズされてということですけれども、相変わらずこの縦基調っていうのはまあ変わらないっていうところですよね。おそらく多分バックパネルにランプ入れるとそれだけコストがかかるんで面倒なんじゃないかっていうところもあると思うんですけれども、まあ、そのあたりにですねコストとの兼ね合いみたいなところを工夫しているというところでございます。そしてこの最後のですねデリカミニですけれども、ひょうちゃんこれはあのランプルークスと同じだっていうのが分かりますでしょうか。はい、同じですね、はい、同じなんです、はい、同じなんですけれども、はい、このようにですねこういったガーニッシュとかデザインの組み合わせによってですねまるで違うものに見えるような、そんなですね展開しているというのがミソで、例えばルークスの場合はここにメッキのパーツ入ってるんですけど、ここからメッキを引いてあげるデザインになってるわけですね。なのにこちらはですね、はい、このように太いバーを入れることによってはデリカっぽくしてあげるという、そんなですねことを行っているということでございます。では内外装チェック行ってみようと思います。今日はですねいつもと趣向を変えてですね、このようにひょうちゃんと運転席助手席でチェックしていきたいと思います。これが日産のルークスのインテリアですけれども、まずイグニッションオンにしちゃいましょうか。スタートストップここですね、はい、でメーターはアナログメーターで真ん中にカラーの液晶があって、でモニターがこんな感じになってますけれども、軽乗車ですねチルトはついてるんですけど、テレスコついてる車っていうのはほぼないですね。なのでこれもチルトはついてますがテレスコはついてないと。でこれねおじさんだとこのドラポジを取るとですねこことの距離がいつもすげえ気になるんですけど、
女性はどうですか、気になります？あまり昨日何台か乗って全部乗ってますけど、うん、気にならなかったですね。あ本当、はい、なんかね、割とね気になって、これだとちょっとね、うん、若干遠い気がするから、例えばワンノッチ前にすると、うん、ここら辺がね、あ結構ねゴツゴツしてるのがね気になるんですけれども、まあそれしょうがないですね。軽自動車は限られたスペースの中で有効なあの空間を作らなきゃいけないので、こっちにカップホルダーあります。助手席は、はい、こっちもあります、はい。でひょうちゃんの前はこれトレーになってるのかな、そこは。そうですね、トレーになってますね、はい、はい。ここにですね置くだけ充電があって、はい、で USB がここに一口あってという感じですけれども、なんか共同さん的なチェックとして何かありますか、はい。そうですね、ドアポケにここドリンクホルダーがついているのはかなりポイント高いですね、はい、はい。で、まあ、収納スペースも引き出しになってます。これティッシュボックス入るんだな。はあ、ぴったりですね、きっと。ぴったり、うん、はい、はい。ティッシュボックスが入るようなケースと、あとこの、はい、ここも引き出しですね、はい、3キロまでいけるということで結構乗せられます。さらにね、それ引き出したまんまその上も引き出してください、はい、そうするとここにも実はカップホルダーがあって、あのあれですね、パックとか紙パックが、紙パックがいけるような感じですね、はい。車って、はい、やっぱこういうドリンクホルダーだと紙パック入らないんで買わないんですけど、うんうん、これがついてるのは私は買いますね、うん、おー、はい、なるほど、はい、これがあるんだったら買うよっていう、紙パック買いますね、はい、はい。で下にも、はい、さらにストレージがあるということですね、はい、小物入れが、ね、はい。私だったらここを袋入れてゴミ箱にするかなって感じですね。ああ、なるほど、はい、了解でございます、はい、はい。そんな感じで収納がかなり充実してるなというね、かなり収納充実してるよね、はい。ちなみに、はい、こちらミラーはこのような感じでデジタルのミラーになっています。でドラレコは後ろ向きで室内も撮れるようなやつになっているので、多分ドアパンとかも映るんじゃないかな、これだったらっていう感じのものになっております、はい、はい。助手席もついてますか？ランプはついてないですね。はい、両方ともランプはついてないということでございます。じゃあ次のスペーシアカスタムに行ってみたいと思います。ではスペーシアカスタム行ってみたいと思います。こちらイグニッションは右側ですね。はい、つけますと、これさっきのルークスから比べると、はい、なんかすごい質感がなんか、そうですね。だいぶ、ね、そしてこれね、これ便利だよ。360度ビューがね。これ絶対便利だよね。これいいです ね。ちょっと映像がかなり荒いですけど、はい、でもこれがあるとね、うん、いいよね、はい、四角が何もないぞっていう。俺ね、この車借りた時も思ったんだけど、このグロスブラックとブラウン、うん、ワインレッドみたいなのがすごい質感高いんでくて、はい、びっくりしたんですけど、ルークスから比べるとだいぶ豪華な印象をですね感じております。でこの車はですね、まずあのヘッドアップディスプレイがついてるのがね、はい、ポイントですね、うん。でさらにあのね、なんかね、小物入れが異様に多い気がするのね。まずここにさっき言ってたあの四角い紙パックが置けるカップホルダーがついてますね。でこの上にもトレイがついてるんですよ、メーターの上に、メーターフードの上に。そうで、なおかつこれはこれ引っ張るためのハンドルはこっちにあるから、ここにもなんか置くのかな、なんていう、なんかね、ちょっとなんか置けれそうな感じがあるし、さらにね、このおじさんの足元のここには車検証入れられるスペースがあったりするわけですよ。これもなんか、はい、はい、そう、これね、はい、引き出し式のドリンクホルダーがピョコンと引き出すと斜め上に上がってくるのよ。あ、本当だね。だから、はい、こうなったのがこう来るかなと思ったら、上にこうシューンって上がってくるというか、はははは、まあ、このカットが斜めなんだけど、これも多分あれでしょう、紙パックいけますよね。いけますかね。いけますね。いけそうですね。いけますね、はい、はい。でこんな感じのカップホルダーになってますし、この目の前のトレイが広いよね、はい。これ一応こういうスペース今のルークスでもついてたんですけど、うん、倍ぐらい多分あるよね。ありますね、広さがね、はい。で USB が、うん、タイプ A とタイプ C、お、はい、でここにもあるね、はい、ここにも3口ある、はい、ついてますね。そのここもここももし、ほらすごいですね。ティッシュ入りますね、ね、はい、うわ、あ、ここ気づかなかったな、すごいね、はい。でグローブボックスもあると、はい、でグローブボックスは、うん、ルークスより大きめな感じがしますね。大きいねこれね、はい、はい。これだけだから容量ありながら助手席の前の足元結構削ってるんで、はい。でこう伸ばしてみても全然当たる感じもない、ね、ないよね。ここは引き出しとかはないけど12ボルトが一口
はい、あるぐらいかな、はい、ここにシートヒーターが、シートヒーターが備わっていて、はい、あとねこの車面白いなと思ったのはこのアームレストが、はい、さっきのルックスもあったけどこれは蓋付きになっているというですね、はい、ものが入れられるものになっているのがすごいなと思います。結構あの幅もあっていい感じだと思います、はい、ミラーは普通ですね。でバイザーは、はい、はい、これはまたついてないですけど、はい、これ両方にカードホルダーがついてますね、はい、で最後に左膝の干渉ですけれども、やっぱりもうこの時点でかなり手のひら1枚分ぐらいしかないので、ここからもしもうちょっとってなると、まあ、完全に当たってしまうので、なんかねやっぱ男性にとってはテレスコがあった方が、まあ、いいポジション取れるかなっていうのは間違いないですね、はい、ちなみにメーターは右側がカラーの液晶になっていて、左側がデジタルの大きな数字の表示になっているというものでございます、はい、次はじゃあ Nボックス の方に行ってみたいと思います。さあそれでは Nボックス 行ってみたいと思います。まずはイグニッション、はいこちらでございます。はい、で今イグニッションにしましたけれども、僕はまずね乗ってすぐ感じたのはここが今まで乗った中で一番見切りがいいというか、すっきりしますね、すごいすっきりしてる。まあこれ今回これ狙ったっていうことなんですけど、本当に真っ平らになっていて非常にクリーンな感じになってますね。でデザインはシンプルだね。一番シンプルです ね, ね。スペーシアとかはこう豪華な感じがしたんですけれども、うん、Nボックス は至ってシンプルといった感じです ね。こういうところもだからシンプルと見るか安っぽいと見るか微妙なところですけれども、うん、まあ、人によって意見が分かれるところかなっていう部分だと思いますけれども、ちなみに運転席の方のカップホルダーはこれも紙パック OK のものになってます。エアコンの吹き出し口はリングがついております。で物入れなんですけど、フォラムの下にですね少しスペースがあります。こっちは運転席はそんなにないな、それ以外は、はい、はい、一応こちらにここね、はい、斜めになったトレーがついてるんですけど、そんな広くないかなっていうところと、うん、その横がカップホルダーで、これも大きさ同じだね、運転席の方とね、そうですね、対象になってますね、はい、で今までの2台はどちらも引き出しがついてたんですけど、 なさそうですね。ないですね、ないですね。でグローブボックスをパカッと開けると、はい、グローブボックス自体がだから結構深くて広いのかな、はい、で横幅もしっかりあります、うん、はい、はい、ちなみにここに切り欠きがあるのは、はい、USB のコードとかが出しても大丈夫なような、なんかそれでなんか入れとくとかそういうことができるようにって言ってましたけど、はい、ここからつないでこう入れるっていう、シート A がついてるね、はい、はい、2つついております。ほい、で足元に、はい、このようなちょっと深め手のひら半分ぐらいの収納スペースがついているぐらいかな、うん、するのはそうだね、はい、数のつたは数のつたよね今ね、数のつたよ、数のはねえということでございますね、はい、ちなみに、はい、アームレストは何もあの蓋とかはついてないタイプということですね。ハンドルは2本スポークで珍しい、あこの車パドルが、はい、ちゃんとついております。それ以外はミラーは普通のミラーがついておりまして、これは、はい、これ横スライド式だ、なるほど、はい、照明はないと。でカードホルダーはここにあるというものでございます。これはだから至ってシンプルだね。シンプルですね、はい、ちなみにじゃあ自動車豆知識教えてあげましょうか、はい、ホンダの車はですねみんなですねフロントウィンドウにですね三角がついてます、はい、あそこに三角がついてます、ちっちゃい、はい、これ何だか分かりますか、自動車豆知識、運転してる時に関係ありますか。関係ある、左右対称の位置についてるのが何か意味があると思うんですよ。そうなんです、はい、てっ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 てでピーン、 Nボックス の角どういうことすごい、もう浜さんがすごい引いた顔してるよ。 YouTube のコメント欄、兵藤さんそんなことも知らないんですか、もっとしっかり勉強してから喋ってくださいとかって書かれちゃいますね。これね、これはですね、はい、本当っていう機能なんですけど、はい、ここに三角の目印が必ずホンダ車にはついてます。で車によって位置がまあ多少違うんですけど、なんとですねこの三角があると車幅間隔が取りやすいっていうですね、そんな不思議な角なんですよ。で本当にそうなのっていうのがあるんですけども、詳しくはホンダのウェブサイトなどを見ていただければと思います。
で最後にですねこの膝前見てみますと、まあこれでだいたいまあこういうふうに運転するとですね、これでまあもうちょっと前に行きたいなっていうぐらいなんですけども、これでやっぱりすでにこのシフトの位置に干渉してるんですけど、ここから例えばワンノッチ出してしまうともう結構当たりそうな雰囲気になってるので、ちょっとやっぱり気になりますよね。これでも当たらなさそうな車が今までないので、これはまあしょうがないかなっていうところではあります、はい、あと、はい、確か N ボックスでテレスをついてませんでしたっけ。あ、ついてなかったです、失礼しましたついてません、はい、では次のですね最後のデリカミに行ってみたいと思います。ではデリカミに行ってみたいと思います。まずはイグニッション、はい、まあ、あのはっきり言いますけどこれはルクスと一緒です、はい、違いは三菱のマークで、このプロパイロットがマイパイロットになったので青が緑になっていると。でなおかつこのトレー類の色がですね、はい、アイボリー系になってます。なのでこれによってですねちょっとこう見た目を変えているということなんですが、この外見だったら中ももうちょっとね、そうですね、個性が欲しかったですね。ね、川見えが欲しかったですよね。はい、川見えが。ひかぶちゃんだったらどうしました？うわ難しい。え、本当？おじさんの方があれかな、想像力あるのかな。例えば、はい、まあおじさんだったらですね、デリカミニ、まあアウトドアのゴツゴツしたイメージなので、ここら辺にですね、ちょっとこうグラブハンドルをつけたりとかですね。このシフトレバーをですねもうちょっとこう操縦感的なですねものにして、ちょっとデザイン変えてあげるなりなんなりしてあげると良かったかなという気がしますし、やろうと思えばいろいろありますけれども、まあ、全体的にですねもうちょっとこうメカメカしい感を出してですね、あのデザインすると良かったのではないかなという気がしますね。でなおかつやっぱりフロントにこうデリカのでっかい文字が書いてあるプレートがボンって入ってるので、まあ、そういうのをどっかにちょっとこうあしらったりするとよろしいのではないかなというふうに感じましたが、兵頭さんは何かアイデア浮かんできましたか、その間に。確かにそう言われると、うん、まあ、あの長所でもあると思うんですけど、うん、この静電式のコントロールね、コントロールがちょっとおしゃれすぎる感じが、うん、あ、シャレ見えすぎる、シャレ見えすぎる、もうちょっとこうごついダイヤルとかがあっても、ね、こうデザインとしては良かったんじゃないかなと思います。いいですよね、はいはい、ということでそれ以外はまあ変わらないんですけど、まあ、要は最小限の変更で新しいモデルを作ったというのがお分かりになっていただけたかと思います。それでは後席チェックの方行ってみたいと思います。はい、ではですね、はい、まずはルークスからチェックしていこうと思いますけれども、今ちょっとですねカメラがね近づくまで待ってようかなと思いますけれども、なんかすごいところを通ってきたカメラマンがいますけれどもね、まずはじゃあこのルークスの開口から見ていこうと思いますので、はい、カメラマンさんぐるっと回ってきてください。この間抜けてって、間抜けとけばいいのにはい、はい、到着しました、まずはですね開口を見てみたいと思いますけれども、はい、ひょうちゃんちょうどこの真ん中に立っていただいて、これで測ればいいわけですね、はい、ひょうちゃんの頭の位置とですねこれで開口が分かるかと思いますけれども、まああの軽乗車の場合はスライドドアが採用されているので、この開口がどんな風になっているか、そして床の高さがどんな風になっているかというのがポイントだと思いますので、はい、高さは、はい、このぐらいの1表度ぐらいのですね、はい、感じになっています、はい、で足を、はい、この角度をちょっと覚えておいてください、ね、皆さん、はい、まあ1段の階段よりはちょっと高いぐらい高いよね、はい、でアシストグリップがあるかどうかっていうのもちょっと重要なんで、この辺りの、はいはい、一連をちょっと皆さんにご覧になっていただこうと思います。で足元は階段のステップ1段よりちょい高めでステップがあるので、はい、で乗り込むときはちょっとかがまないと乗れないかなっていう感じですね、はい、こんな感じです。で、はい、このような感じですね、今座りましたけれども、はい、このような感じになります。で、座面がですねこの車の場合は回り込んでんですよね、この下の方まで、はい、スルッと回り込んでいて、はい、座面の長さ自体はいかがでしょうか。私の、まあ、膝裏には到達しないぐらいではあるんですけれども、うん、まあ、そんな短いっていう感じはしないかなといった感じですね、はいはい、じゃあちょっと向こう側にずれていただいておじさんも乗り込みたいと思います。はい、はい、おじさんは乗り込むときは皆さん見たくないかもしれないですけれども、こんな感じでございます。まあ、ひょうちゃんと背はあんま変わらないんでほぼ変わらないかなというところですけれども、で私も乗りますとこんな感じで、まあ私が乗るとですねここがちょっと少し浮くかなっていう感じですよね。なのでもうちょっと座面があると嬉しいかなっていう
ところではありますけれども、このような感じです。でちなみに今、はい、ヘッドレストが、はい、正しい位置にします。これが一番後ろの一番立った状態と。で今この状態で座ってますけれども、後席足元はこんな感じでかなり広いですね。まあほとんど前に届かないですよね。でこのシートレールの台座のところがちゃんとカバーがかかっております。そしてひょうちゃんの方と私の方両方にテープがこのように備わっていて、これちょっとシート前なんでだいぶ離れてますけれども、こんな感じでカッポーターも2つついたテーブルが備わっているのと、ひょうちゃんの方にはこの、はい、USB のコードがタイプ A が1個ついてます。はい、でさらに、はい、その下にポケットがついてますね。はい、さらにひょうちゃんの方はここにレバーがあるので、はい、このレバーを持つことによって背もたれをですね、このように変えることができるわけですね。なので、まあ、今広い状態ですけれども、もっとこのシートが後ろになっている時に背もたれをですね、このように倒してすることができると。ちなみにリクライニングはですね、こちらの外側のレバーですね、はい、これを引くとこのような感じで、これが一番寝た状態ということになります。なのでかなりあれだね、これは寝た感じになります。そして上が見えるアームレストなんかはないと、はい、いうことでございます、はい、このようなスペースになっております。ではカップホルダーが、はい、すいません失礼します、はいはい、こちらに1個と小物入れのスペースが若干ついております。これは逆側も同じってことですね、うん、はい、なので USB はあそこだけってことだね、はいはい、あとは背対称になってます。それとルーフの部分にこのような感じでサーキュレーターがついておりまして、これはプラズマクラスターが備わっているものでございますね、はい、といった内容になっております、はい、では次はですねスペーシアカスタムに行ってみたいと思います。ではスペーシアカスタム、はい、まず間口をですねチェックしたいと思います。ひょうちゃん立っていただいて、お、さっきよりもあれだね、ちょっと低め、え？さっきより高くね、高くないですか、どっち、え、どっち、これはあの多分正確なところは編集で見える、はい、映像で見ていただいて、はい、はい、このような感じで、まあここの高さはそんな変わらないかなって感じで、うん、でこのアシストグリップはルークスより若干下の位置についてます。それでは乗り込んでみようと思います。まあ同様に頭をちょっとかがんで乗る感じになるかなと思います。はい、グリックがすごい座り心地が良いです。はい、ではこのような感じで、はい、まあさっきとあんま変わらないねこれはね、うん、あとねアシストグリップはちっちゃい、さっきのあのルクスに比べると。ルクスはあの元縦長だったんでいろんなところで掴めたんですけど、それがないですね。今この状態が一番後ろになっていて、なおかつ一番背もたれが立った状態なので、ちょっと背もたれを倒してみますか。これが、はい、一応、あ、これも結構すごいね。寝てますね。寝てます。寝てますね。寝てますね。かなり寝てるんだけど、ひょうちゃんも俺も今ね、背もたれにこうやってね、もたれかかった瞬間にね、あって思ったな。背もたれやっぱ動くっていうのはね、試乗編でも散々言いましたけど、これね、背もたれが柔らかいんですよ。柔らかいというか、しなっちゃうんですよ。なので、こうやってやるとね、すごいね、しなった感が出るということになります。しかしながら、この車は、はい、二人分のアームレストがあるのが特徴でございますし、こちら、これがすごいよね。これをやると荷物が前に、はい、落ちないというですね、ストッパーの役割になっているわけですが、さらにこれを、はい、このように伸ばして、オットマン的な使い方ができるというですね、はい、なかなか他にはないし、ちなみにテーブルが、でカップホルダーが一つあって、これスリットがあるんですけど、このスリットはですね、あのスマホとか iPad とかをこうやって置いてちゃんと角度をつけて見れるようなものになっているという優れものでございます。ちょっとしたスリットがアイデアになってます。さらにポケットもちゃんと運転席の後ろにも助手席の後ろにもついているものになっておりまして、はい、で助手席のみ、はい、その下側にも大きいポケットが、あ、ポケットがついてるね、はい、ついてます、はい。ちなみに足元にはリチウムイオンバッテリーが剥き出しです。はい、これちょっと気になりました。気になりますよね、はい、とはいえこの足元はかなり広い感じではあるかなと
で先ほどあのルークスでスライドやらなかったんで、その分はあのデリカミニでやりますけど、この今ひょうちゃんが一番後ろの状態で、私が今一番前まで持ってくるとこのぐらいの差が出るということになります。なので今一番前にしても相当前はスペースあるので、荷物を入れるときにはこの位置なのかな。でサーキュレーションがここにありまして、このような感じで、はい、この蓋がですね、風の向きをですね細かく変える流れをコントロールできる、フラップもついているサーキュレーションもついています。でこちらですね、はい、この右側のポケットの後ろに USB がですね、このように2口ついてますので、はい、C と A がですね2つついているということでございます。なのでかなり装備は充実しているというものでございます。では次の N ボックスに行ってみたいと思います。 N ボックス、はい、あ、これ一番あれかな、開口が高いかな、位置標道の頭の、ね、はい、位置がだいぶさっきはもうちょっと低かった気がするんですけど、はい、まあまあまあ変わらず他の車種と一緒か、まだ若干気持ち高いような気がしますね。でアシストグリップ、これ他のアシストグリップに比べて持ってみると太くてしっかりしているなっていう感じがあります。それでは乗り込んでみます。はい、わ、座って大地のものはシートの質感が今あるのとものと全く違って、うん、だいぶ張りがあって、腰回りのホールドなんかもかなりしっかりしているシートだなっていうふうに感じます。あ、確かにちょっと高いかも、若干高い感じしますよね、うん、フロアが少し高い気がしますね、これね。それとアシストグリップは、まあ、これもちっちゃいな。一番最初のあの、ルークスが結構大きかったんで、それからするとちょっとちっちゃいなっていう感じしますね。ただ、ここがですね、絶妙にくぼんでます。これですね、はい、このように手を引っ掛けて、降りるときとか乗るときとかにですね、手が引っ掛かるようなものを作ったということで言っておりました。座ってみると、先ほど、スペーシャーに乗った後だと背もたれがしっかりしてるように感じちゃうね、これね。そうですね、だいぶ、はい、厚みがね、はい、ある感じが出てるかなという。で足元はめっちゃ広いですし、先ほどあのスペーシャーはですねレールがむき出しだったんですけど、こっちはですね高い位置にレールがあって、この足があってカバーがあるので、まあ、これも締まりがすごくいいなっていう感じですね。でフラットなフロアになっていて、かなりですねこの辺りもいい感じでございます。はい、目の前にテーブルが2つあってカップホルダー2つ備わっております。はい、下にポッケが大きいものがついてます。はい、でスマホ入れとかはないね。それとこの車の場合は、はい、やはりこのようにアームレストが2つちゃんとついてるのと、ひょうちゃんの方もそうかと思いますけれども、はい、僕の方にはタップホルダーと小物入れがついてます。はい、こっちもついてます。はい、タップホルダーと小物入れがついてるということですね。ただしUSB はないね、これはね。ないですね。はい。はい、スパとエアコンの。あ、サーキュレーターがね。はい、サーキュレーターが後ろにはない。ないと、はい、いうことでございますね。このあたりはちょっと装備的にはもうちょっとついててもいいのかなという気がしますか。で今これがですね、C とか一番下にスライドした状態で背もたれ立った状態。これをですね、はい、ストラップがここにありますので、このストラップを引いてスライドすると、このぐらいスライドします。はい。はい、こちら側も。ストラップを引いて丸めします。でさらに片道のところでこのような感じですね、はい、一番前にしても結構スペースはあるということでございます。ちなみにですね N ボックスの場合はこれはですねユニークな機能がついておりまして、このような感じでですね、はい、座面を上げることができます。なので座面を上げてロックして、なおかつこれをですね下げますと、ここにすごい大空間のスペースがですね生まれるということでございますね。こういった使い勝手もあるというのが特徴でございます。では次のデリカミニに行ってみたいと思います。デリカミニ見てみたいと思います、はい、まず開口から、はい、並んでみると、あ、そうか、この車多分最低周波がちょっと高いから、そうだ、ひょうちゃんの頭の位置がだいぶね、はい、これはゆとりがあるように見えるよね。そうですね、ルークスと、まあ、ボディは一緒なんですけれども、うん、車高が高いのでその分頭は上がってますね、はい、はい、ということはこちらのステップの部分も足乗せてみると
あ、だいぶやっぱ高い感じがしますね。はい。で、アシストグリップはルークス同様にタダバーがしっかりあるものになっております。それでは乗り込んでみようと思います。やっぱそうですね、かなりやっぱ高い気がしますね。よいしょ。はい、座ってみるとこのような感じで、まあシートは表面の素材はちょっと変わるんですけれども、まあ座った感じルークスとはこちらシートは一緒になっております。では私も乗り込んでみたいと思います。あ、確かにこの位置がですね高いというのは間違いないですね。なので私になってくるとちょっと足を上げるのが辛くなってくるかなという、そんな感じでございます。まあシート自体は先ほどのルークスと同じなんですけれども、この表皮がこのような感じで柄になっていて、まあちょっとこうアウトドアっぽいメカっぽい感じのですね表皮がついているのが特徴ということになりますね。でこちらのですね椅子の場合は今ひょうちゃんが一番後ろの状態ですけれども、このサイドの部分にレバーがあるので、これで、おおい、すごいよ、こんなに前までスライドします。このスライド量は半端ないです。かなりスライドしております。ちなみにこの状態で背もたれ一番通すとこんな感じになりますので、はい、で装備は基本的にルークスと同じなんですけれども、まあ、ここにポケットがあって、でカップホルダー付きのテープが片方にあって、 USB にも C があってポケットがあってということですね。こちら側にはフックがついているということでございます。サーキュレーションは一緒ということですね。というわけで、鉱石をですね全部チェックしてきました。いかがでしたか？楽しかったです。ついに声出しちゃったね。ベニマルの声これでよかったのかっていう話がありますけどね。はい、というわけで次はラゲッジ行ってみたいと思います。はい、ではラゲッジをチェックしてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ルークスのラゲッジから開けていこうと思います。こちらは、あ、迷ってるやん、すでに右、ちょっと右側に、はいはい、スイッチがありました。これですね、ちょっといいですか？はい、ここ見てください。ここにポッチが、はい、ついてるので、この印がついてる方を触ってください。はい、はい、このようなで、失礼しました。これ、はい、皆さんわざとじゃないですか？わざとじゃないですよ。はい、はい、開けたところの高さはこのような感じになっております。はい、拳1個半分ぐらいのスペースでございます。はい、で開口の高さは、はい、膝は、はい、このぐらいの高さ、はい、膝の裏よりちょっと高めですね、はい、ぐらいになっております。今これ一番シートが後ろにある状態でラゲッジはこのぐらいのスペースです。でこの肩口のレバーを引いて押すとこのようにスライドして、お、すごいね、かなりこっち側も、はいはい、スライドします。このような感じでシートを立てた状態でも、まあ、かなりスペースが取れるということでございます。ちなみに開けるとこのような感じでパンク修理キットが備わっているということでございますね。肩口のレバーで、はい、倒してこのような感じでちょっと段差が、ね、ありますね。一応この布はかかってるんですけれども、少しポコポコした感じで奥に行くに従って高いというそんなスペースでございます。じゃあ恒例のやつお願いいたします。はい、はい、それでは表頭チェック行ってみようと思います。いつも通り足をシートの端につけて斜めに寝ておりますが、ちょっと頭出ちゃうかなっていう感じですね。はい、縦では寝れない感じだ。縦では寝れないです。あ、なるほど。はい、ちょっと残念。そしてやっぱ段差はきつめかなっていう感じです。ではスペーシアカスタム行ってみたいと思います。はい、これもほらポチポチポチがついております。はい、開けます。これはルークスと違って、うん、スイッチじゃなくてこういうレバーになっているので、レバーなんだね、はいはい、意外とこっちの方がやりやすいっていう方も多いんじゃないかなと思います。なるほど、はいはい、で開けてみてここに立ってください。はいはい、拳は、まあ、1個ちょいぐらいなんでさっきと同じぐらいの、はいはい、ゲートの高さかと思います。はい、まあ、で高さは、はい、あ、これルークスは膝上よりもちょっとだいぶ高かったんですけど、うん、これは膝裏ちょうどぐらいなので、そうだね、開口はフロア側に近いということになりますね。はい、はい、でございます。はい、で開けたところはこのぐらいの感じのスペースがあるというところですね。でまずここにストラップがあるんですけど、これを引っ張って押すとスライドするので、このぐらいスライドするということですね。はい、はい、どうぞ。これが、はい、スライドした状態でこのぐらいの広さと。で開けると、はい、
三角表示板とパンク修理キットが入っているということになります。でこの肩のレバーを持って、はい、倒します。そうするとまあ、さっきよりもですねなだらかなこうフラット面が出来上がるわけですね。ちなみにここ見てください、自転車のマークついてますけれども、自転車をですねこのまま27インチかを入れるときはこのままところをスロープを使ってですね入れましょうという、まあ、少し入れやすくしているというような工夫もなされております。はい、では、はい、いつものあれ、はい、行ってください。あれ行ってみようと思います、はい、あでも寝心地いいな、さっきよりこうシートの裏側がルークスよりも平らになっているのでだいぶ体がフラットになります。縦には寝れないですね、頭は飛び出るような感じになります。でやっぱ実際に寝てみてもこの段差はかなりルークスよりもなだらかな感じがします。そして次は N ボックス行ってみたいと思います。はい、はい、N ボックスはマークはないね。マークないですね、はい、という真ん中かな、マークないということは、あそうですね、はいはい、ちょうど真ん中にスイッチがついておりました、はいはい、で開けます。はい、で高さは、はい、まあこれもほとんど他のものと変わらないですね、はい、そしていや開口の高さがおめっちゃ低い、膝下ですね、全然余裕で、すねぐらいの膝下拳1個分ぐらいは下ですね、ふくらはぎのちょっと上ぐらいの感じの、はい、これはダントツで低いですね、開口部が、ね、はい、低いって言いそうなんですよ、ね、で今開けた状態だと、はい、このような感じでスペースが生まれております。この状態がですね今シートが一番後ろで背もたれが一番立った状態ということです。でここにレバーがありますのでこれを引くとですね、はい、スライドします、はい、このような感じでかなりスライドしますね、はい、で兵頭さんの方もスライドをしてください。そうするとこのぐらいのスペースが生まれますので、まあ、これでもかなりのですねスペースですね。そしてこちらにパンク修理キットと、はい、三角表示板が備わっております。でこの肩口のレバー、はい、これをですね倒しますとこのような感じで、はい、フラットなフロアができますけれども、これも結構ボコボコしてますね、はい、なので例のやつ行ってください。はい、例のやつ行ってみようと思います。あ、まあこの長さはどの車も一緒かなっていう感じですね、だいたいちょっと頭ちょっと出るぐらいですね、斜めで、うん、でやっぱ段差はかなりきつそうだね。きついですね、こう、まあ、プランクするにはちょうどいいかなって感じですけど、はい、プランクしてみてください。 3,2,1 スタート。これ一応やればいいですか。え1分ですね1分長い最後はですね、はい、デリカミニ見てみたいと思います、はい、こちらに印がついております。はい、はい、学んでますね、はい、ここから開けますと、はい、これおおいましたねいましたね、何かが。で、はい、これはやっぱり最低中央高いので拳が1、2は入りそうな、そんな高さになっているので一番高いですね、この部分はね、はいはい、で開口の高さはやっぱりその分こちらも相対的に上がって膝、まあ太ももの真ん中あたりになるかなと思います、うん、これは結構高めです。高めだね、はい、はい、で今これ一番後ろになっていて背もたれが立った状態なので、まあ、これルークスと一緒というのになりますね、はい、なのでこれはですねやはりこのような感じでスライドして、このスライド量が結構ある感じするよね。そうですね、で倒すとこのような感じのスペースになります。これはルークスと一緒ですけどどうします。そう、まあ、ルークスと一緒なんでいいですか、はい、デリマル言いますけどデリマルで、デリマルで、はい、デリマルチェック、はい、お願いしますという感じでデリマルがチェックしました。はい、この評価はこんな感じです。はい、というわけで今回はですね軽乗車4台徹底的に内外装チェックしてきましたけれども、兵頭さん、はい、全部チェックしてみて、はい、お気に入りはどれですか。お気に入りはですね、はい、内装という面でいくとやはりスペーシアかなというところですね。お、はいはい、まあ、説明するまでもないと思うんですけれども、うん、やっぱ装備の多さと高級感、やっぱここは4台のうちにやっぱ一番だったかなと思います。はいはい、ちなみに私もですね見てみますと、まあそうですね、私はまあ N ボックスの内装がシンプルでいいかなと思いました。ただ人によってはちょっと装備が少ないと感じる人もいるのかなというふうに思います。ちなみにエクステリアは分かってるんですけれども、はい、
テリカミニですね。はい、はい、間違いないですね、はい、ちょっと聞いてちょっと聞いて俺にもどうですかエクステリアは、はいはい、何が一番でしょうか。デリカミニですね、やっぱり間違いないと思います、はいはい、というわけでこのあたりはもう満場一致ということでございました、はい。でまあ、あの細かくですね見てきましたけれども、それぞれ個性があって装備も違いがあってというところでしたけれども、参考になれば幸いかなというふうに思います。そしてまたねこれ以外のカテゴリーの車でも、はい、まとめてチェックというのをですね今度やってみたいと思いますので、はい、どんなのでやってみたいですか。そうですね、一旦無難に SUV とか、はい、コンパクトカーでやってみても面白いんじゃないかなと思いますね、はい、そのあたりもやりたいと思いますのでご期待いただければと思います、はい、というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカス TV で取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価いいねの方も合わせてよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカス TV 川口学と兵頭凛香でした。ありがとうございました。はい